かしい経歴と端正な顔立ちはまさにプリンスオブバレーボール。そんな柳田を日本のエース石川もずっと追い続けてきた。高校2年生の時は特に見てました。フォームが綺麗なんで、そういう綺麗なところにちょっと惹かれて参考にしてました。この春大学を卒業し晴れて社会人となった柳田。 V プレミアリーグのサントリーに入団し大阪で寮生活を始めた。その時実家から持参したのが、これ普通のホームセンターで買ってきたやつです。結構横にずっといたんで、なんか迷ったんですけどやっぱ持っていこうと思って眠るときはこだわりの抱き枕という意外な一面。